はい、こんばんは、皆さん。宮城舞でーす。イエーイ。今日は、私がお家にいる時間にね、すごい、やっぱりネットフリックスとかみんな見てたと思うんだけど、なんか本当に恋愛系のドラマとか映画とか、全く本当にここ数年興味なかった私が、ドハマりしたドラマがあって、まあまあ、インスタとか見てる人はもうお分かりかと思うんだけど、そのドラマの名は、愛の不時着というドラマです。もう私さ、本当に泣かないの。本当涙が枯れた女っていう感じで自分でも思ってて、もうどんなことを旦那さんに言われようが、私涙あるみたいな感じで、もう本当に泣かなかったんだけど、愛の不時着見てたらもう後半もうボロ泣き、毎日泣いてた。で、そこで今日は、その元ランズキーのメンバーと、一緒にリモートでその愛の不時着について語り明かそうという会を開催してみました。なんかこう友達と、私も本当に早く語りたかったの、この思いを。だからその内容を忘れちゃう前にこう形に残そうと思ったので、これを見て一緒にね楽しめたらいいと思います。それではスタート。あ、来た。あ、よかったよかった。みー、あれ、またカメラなくなっちゃった。あ、これみーちゃん髪の毛なんかボソボソ。あ、どうしましょう。ちょっと待ってね。横にして、また。え、なんでさ、切れちゃったの。あのさ、はめたの、スタンドに。そしたら音量のボタンに引っかかって、電源のボタンに引っかかって。あ、なるほどね。そう、はい、それでは早速今日のメンバーを紹介したいと思います。エントリーナンバー1番、マイクこと宮城舞で。知ってるよね。知ってる知ってる。はい、エントリーナンバー 2番、あかねんでーす。軽く自己紹介お願いします。あかねんです。今2児の母でね。2児の母です。で、あかねの長男が昆虫マニアなんだよね。そう、 そう、それで最近ね YouTube を始めたらしくて、息子くんがね。チェックしてください。さなぎチャンネルです。さなぎチャンネル。虫好きの人とかは見てみてください。ぜひ。じゃあエントリーナンバー3番、すごいあれ、みーです。みーしょんです。みーしょんです。みーは今ネイリストをやってます。はい、自己紹介お願いします。はい、今はただの韓国おばさんになりました。はい、それでは最後は、鈴木子と鈴木あやちゃんです。鈴木あやです。はい、あ、私はちょっとエスカワイという雑誌に出たりとか、あとピラティスのインストラクターを、うん、あ、そう行ってに行きたい。うん、みんなで行きたい。鈴もあれだよね、 YouTube やってるよね、はい、昔から。そう、はい、やってるんですよ。そうだ、ぜひなんか概要欄にみんなの載せたいと思う、載せときますね。じゃあそんな感じで今日はもう懐かしの、当時ランズキーも見てた人だったら多分わかる顔ぶれだと思うんですけど、このメンバーは全員愛の不時着を見ていますね。ます。見てますよ。最高。まあそれで今日はちょっともう語り明かそうよ。うん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 。うんうん、もう私さ、ほんと、なんつうの、友達にも会えないかったじゃん。うん。だからもうさ、もう自分の中で処理するしかなかったわけ、この愛の不時着を見てた感情を。うんうんうん。それをさ、こうしてさ、語り合える友達が欲しかった。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。まあ、そんな感じで、じゃあ、いつ見ましたか？愛の不時着は。うん。うん、私最近だよ。お、先週、先々週ぐらい。おお、ほやほやじゃん。一番覚えてるじゃん。そう、多分ほやほやだと思う。愛ちゃんのストーリーズ見て。気になった。うん、私も。え、マジで？そうなの？そう。うん、みーが最初かと思ってた。うん、違うの見てて、で、まいちゃんがなんか今これ見てるよって載せてた時に、なんか不倫のドラマ見てんのかなと思って。名前がね、そう、タイトルだね。名前がね、気になってたけど、でも、不倫のドラマちょっとなって思ってたら、その前に見てたドラマが、ドラマが終わった時に、勝手に再生されて、次おすすめこれ、みたいな。あ、はい、はいはいはい。そうそうそう、それで、1話見たら、もう、
ハマったよね。だからまいちゃんのおかげ。そう、まいちゃんのおかげだよ。あ、じゃあ私発信でこの、あかねとみーは、うん、うんうん、すずはもう前から見てそう。なんかそうですね、私のお友達周りも結構初めて韓国ドラマ見てハマったみたいな子が多くて、うんうんうん、でなんか私も実際アイドルとかは好きだけど、そのドラマを見たことがなくて。あ、そうなの？ないんですよ。意外。言わなくて、うん、そうなんですよ。だから初めて愛の不時着を多分1ヶ月前ぐらいに見たんですけど、めちゃめちゃ何これと思って。やばいよね。めちゃめちゃ何これ。本当にやばい。もう本当何これって感じ。すごい。私もう本当に胸が痛すぎた毎日。なんかもうさ、結婚したけどさ、なんか本当に結婚したの。あ、だ、あ、まいちゃん。私がだよ。私が結婚したけど。なんかもうマジで、なんつうの、なんかもう、もう一度恋をさせてもらいました。うん。わかる。私ね、なんかね、インスタをフォローしたんだけど、あの後、ヒョンビンの？あ、ヒョンビンの？そう、ヒョンビンのインスタをフォローしたんだけど、なんかさ、ストーリーとか出てくるじゃん。うん。なんかそれを見てるとね、なんかね、元彼に会った気分になっちゃう。すげえな。でなんかさ、なんか、なんか気まずい元彼ね、しかも。なんか、なんつうんだろう。会いたくない元彼、わかる、うん、に会った気分になって、なんかさ、普通だったらこうやってさ、タップタップって全部見てくるんだけど、さってね、ヒョンビンだけ飛ばしちゃうの。そんな辛い過去が。辛いね。辛いな。もうそれぐらい私は、もう、いや、ヒョンビンに恋をしてるかわかんないけど、リー・ジョンヒョク、うんうん、に恋をした。確かに。かっこいいよね。かっこいい。あんなまっすぐな人が来ないの？いや、ほんとなの。まっすぐ。まっすぐな人、このようにいるの、うん、みたいな。いないよ。いない。ほんとにさ、いないよ。この世の男に爪の赤を飲ませたい。リー・ジョンヒクの爪の赤を飲ませてやりたい。爪の赤をな。サプリ出せよ。リー・ジョンヒク出せ。サプリやばい。いや、サプリ欲しくないだって、そしたらもう旦那さんとかさ、彼氏とかみんなに配りたい。あれになっちゃうの？そうです。そしたらあれになるっていうサプリをぜひ開発してください、韓国の皆さん。ジョンヒョクさん以外もまっすぐじゃなかった？そう、だから全員が、そう、そうそうそう、みんな純粋だったですよね、うん、ユンセリの兄弟以外、うん、みんな純粋だよね、わ、うん、かる、うん、うんうんうん、ね、いいよね、ユンセリの兄弟と、ね、チョネ、チョ、チョだよ、チョネ、チョネ、チョ、チョ、チョンガル？チョンガルだっけ？なんだっけ？うん、あいつ、チョン、マキロンな。あ、ピュルガン？なんだっけ？なんかブルドーザーみたいなもんで。そうか。ブルドーザー？チョルガン、チョルガン。チョルガン、チョルガン。チョルガン。あいつな。チョルガン。あいつ本当にないよな。あいつしつこいよな。すぐ逃げる、でも。いや、あいつ本当しつこい。本当しつこいよね。どんどん顔が悪くなる。うん。わかる。なんかもう見てるだけでイラつくよね。うん。だから上手いんだな、役が。そうそう、だからやっぱりなんかその、まあ、日本の俳優さんもちろん素晴らしい人たくさんいるけど、うん、なんか韓国人の人ってさ、出てる人みんなが演技上手くない？うん、なんか、そうだよね、だからちょっとの役の人でも、うん、なんか上手くない？上手くない？うん、すっごい、だから見てる方も入り込む。そう、うん、見てる方もすごい、内容も入ってくるし、感情もすごい輸入しちゃう。うん、輸入、うん、輸入輸入海外輸入しちゃった。言い間違いだけじゃなくて、言い間違いもあるよね、そういうとこ昔からね。そういうとこあるのよ、昔から。あるよ。見たくって長かった気がするんですよ。1時間ちょっとな長い。そう。でも時間半とかさ、1時間半分ある回とかもあるよね。それびっくりしたの、本当に。なんか、あれまだ終わんないと思って。でも楽しいからさ、結構見ちゃうじゃん。うん、続きがね、気になる。寝落ち一回もしなかったよ。私多分4日ぐらいで見終わったんだけど、4日か。早っ、本当？いや、それはあれだ。イテウォンクラスの方だ。多分、1週間もかかったかも。そうですね、私もそれぐらいかな。うん、確かに。なんかもう感情が入りすぎて、うん、これじゃ寝れないよ私はみたいな。もう寝れないんだよね、気になっちゃって結局ね。そう、だから私寝る前にね、いつも
あの感情が入り込みすぎないようにストレッチしながら最後の回を見てた、うん、これで寝るって決めた時はもう何かをしながら見ないと、うん、全てが感情が入っちゃってわかる、もうやめられなくなっちゃうから、うん、それぐらい結構ドハマりしてたわ、うん、私全然朝鳥が鳴くまで見てた。じゃあ本当はそうしたい、本当はそうしたかったけどと思って気づいたら鳥鳴いてる、ちょっと明るいみたいな。でも私旦那さんと見てたんですよ、一緒に2人でドハマりして、旦那さんも好きだった、うん、超いいじゃん、一緒に泣いて一緒に笑ったり、うん、すごい良かった、めっちゃいい旦那さんじゃん、2人で旦那さんとハマれるっていいね。でも絶対見せたらハマりそうじゃないですか、うん、男の人も。いや、男の人はさ、どっちかって言ったら、イテウォンクラスとかの方が、うん、あ、ねえねえ、ああ、好きだよね、そっちじゃん。でも軍隊出てくるよ。あ、軍隊ね。軍隊。でもなんかさ、軍隊だけどさ、まあ、言ったらこう恋愛がメインなわけじゃない、うん、の不時着は。あ、韓国ドラマって、私なんか、第一ブームっていうかな、冬ソナとかさ、頭の中の消しゴムとかさ、なんだっけ、天国の階段だっけな。すごい昔のブームあったじゃん。うんうん。うんうん、その頃はちょっと見てたの。そう、それでなんかその頃ってなんか韓国ドラマって絶対なんかバッドエンドなイメージだったの私。そうね。うん。あ、死んじゃう、ね。多いよね。そう、誰かが死ぬとか、最後結局結ばれずに終わるとかさ。まあ、どっちかっていうと誰かが死んじゃって、うん、その会えないで終わるとかが多かった気がするんだけど、その久々に見た韓国ドラマだったから、うん、なんか誰が死んじゃうんだろうってすごい思ってたの。なんか結局結ばれないのかなみたいな、うん、って思ってて見てたけど、なんかさ死ななそうだったじゃん。そう、途中調子にそうだったよ。でまさかのさ、あのクースンジュン、クンジュンね、クースンジュン、確かあの人が死ん、あの人が死んじゃったところもさ、そう、あの人が死ぬっていうの、あ、これネタバレって言うから、あの見た人が見るやつだからね。そう、クースンジュンが死んじゃった時は意外だった、意外だったけど、なんか結構最初はさ、ムカつく存在だったじゃん、こいつも。うん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 、途中からさ、すごいいいやつっていうかさ、そう、人間味がすごい出てきてさ、うん、最後さ、相談とさ、なんか結ばれそうになっちゃったけど、うん、なんかこう自分の気持ちに相談が気づいた時にはもうクースジュンはいなくてみたいなさ、そこも結構結構私は来た、うん、あの救急車の中とかね、もう、あ、そうそうそう、切なかったよね、うん、あ、泣きそう、それ思い出したらあの ラーメンのとこ聞くんだよね、あの、あれはどっちの意味だった、あれを最後にね聞くんだよね。それがさ、もう切なかった、まだそれ聞きたかったんだ、ずっとって思って、そう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 、泣いてるわかね、泣いてない泣きそうなんだけど。え、みんな行ったんだっけ？うん、一回だけしか見てないですね。あれはもう一回見たいと思う。もう一回見たいと思うよね。初めて見る感覚とさ、物語知ってから見る最初の方全然違うじゃん。うん、しかもなんか油断っていうか、あ、これどうせ大丈夫なんだよねって思って、何も話しない。2回目見ると、あ、この隊員は本当はこういうやつなんだよみたいなさ、分かる、ちょっと親目線でさ、見れるっていうか、安心感がある、うんうん、2回目はそういう楽しみ方があるなと思った、うんうん、私勢いよく見すぎてさ、うん、次予告かなって思ったらもう次のシーン飛ばしてて、4話目ぐらいで気づいたんだけど、愛の不時着って最後にエピローグみたいな、何この裏側みたいな、あれがめっちゃ好き。今韓国ドラマで流行ってるっぽくない？どのドラマ見てもああいうのあるんだよね。なんかあの展開がちょっと流行ってるかもしれない、流行ってるのかな、わかんないけど、定番か、なるほど。だからちゃんと最後まで見ないとみんなの気持ちがわかんない。まあじゃあ一番好きな男性のキャラクターは、まあ、あー、もう全員一でしょこれは。いや、まあ、悩むよ。でもそうなんですよ、みんな結構いいとこがあるんですよ、うん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 、そうなの。だからまあ、リ・ジョンヒクは絶対じゃん、そんなの。だから、まあ、2番目っていうか、まあ、こいつのキャラっていうか、この人の人間性好きだなとかさ、そういう人あれかな、ピョ・チス。
あー、かわいいですね。わかる感じが。いや、まあでも、ユンシェリとの、ユンシェリとね、喧嘩して、うん、そうそうそうそれほど仲がいいみたいな感じのね。かわいいよね。でもハグしちゃうみたいな。わかるわかる。あの人こそ放送めっちゃ純粋じゃない、うんうんうん、確かにもう、ねね。まっすぐしか見えませんみたいな。そう。はい、めっちゃ狭いみたいな。わかるわかる。隊員がさ、みんな可愛い性格でしょ。うん、かわいい。かわいい。なんか、めっちゃ好きでした。何？韓国ドラマ好きの樹木って子かな。樹木。あ、わかる。樹木好き、ね。今ちょうどさ、見てたんだけどさ、樹木。ちょっと待って。あるね、はい。泣いてしまいました。ちょっと待っててもらっていいですか？はい。本当聞こえないね。ただいまー。おかえり。なんかちょっと夜泣き気味だった。あら。ごめんよ。夜泣きっていうか、たまになんか1、2回泣くんだよね。でも大丈夫。なんでもないっす。好きな、好きなキャラクターか。樹木か。そう、樹木は確かに可愛かった。あのさ、樹木がさ、自由姫に会いに行ってさ、なんか。こうやって、わかるわかる。あれあれさ、かわいいよね。って、あの帽子のコンセプトがわかんなかったけど。なんでスーツにあの帽子かぶった？あの帽子はさ、外さないってよね。ずっと外してないんだよね。あれって何から出てくるんですか？出てくるのかな？ドラマの？かもしれない、かもしれない、ね。感動も多かったけど、笑いもすごいあったよね。私ほんとたまに笑って寝れない時あったよ。なんか思い出してなんかちょっとコメディ要素もあってさ、なんか、本当に心が忙しかった、感情がすごい忙しかった、なんか本当、泣いて笑ってみたいな。クースンジュンがいいな、うん、絶対だからね、危ないと思って自分詐欺師に騙されたらすぐ教えてください。そうじゃん、好きそう、クースンジュン、うんうんうん、たまにちょっとリップの色おかしいなっていう時あったけど、ね、ピンクみたいな。みんなさ、こう肩幅が広いじゃん。あ、ここがさ、すごいよね。え、お願いだからちょっと抱きつかしてもらっていいですかみたいなさ。捕まっちゃうけど。でも私、顔で言うとさ、はい、リー・ジョンヒクの次に、あれが好き。ガンボン。ガンボンみたいな。あ、イケメンだよね。あの子ソウル行った時ほんとイケメンだったよね。やっぱ髪型って大事。そう、うん、ねえ名刺いっぱいもらってたりとか。名刺ね、そうスカウトのね、やっぱそうだよねって、うん、しかもさ、なんかそのスカウトをさ、なんかスカウトだと思ってなくてさ、何だと思ったんだっけ、すいませんって謝って、何かと勘違いしてます。何かと勘違いしてます。サウナで話してた内容さ、そう、なんか僕はこれをもらいましたみたいな、バッて名刺出してきてさ、そうで気をつけろよってチョピスに言われて、言われたよね、ですいませんって普通に反省してたのが可愛かったよね。そう、いやお前スカウトされてるからみたいなさ。お気に入りのシーンとかありますか？ありすぎる、ちょっとありすぎるけど、選べなくない？一回整理しよう、一番最初に泣いたとこどこだろう。あ、でもやっぱ一番最初にこう、なんつうの、二人の恋が始まったとこは、あの、アロマキャンドル持ってきたとこじゃない。はい、いいよね。嘘、照らしてさ。確かに。そうだ。そう。持ってきた。持ってきた。いいよね。一番泣いたところは、私はあの、ユンセリが、北朝鮮から帰って帰っちゃう時の、あの境界線を越えるじゃん、線を、線を越えて、越えちゃうんだよね。そこ越えられないって言ってたのに、越えられないって言ってたのに、リーさんが越えてきて、グイッてね、そう、キスをするみたいなさ、あそこはマジで泣いた。増えてきましたね、彼は。確かに、ね、一番泣いたのはあそこかも、帰る時かも、あの、あ、ね、韓国からバスで、ね、北朝鮮に帰る時でユンセリが走ってきて、わかる、捕まっちゃうな、こんなんだ、返したくないみたいなところ、怖い、やばかった、もう切ない、わかる、ね、なんだっけ、たまらなく会いたくなったらどうしたらいいのみたいなこと言うでしょ。あ、そう、電話もないしみたいな、そう、どうしたらいいのっていう、もうあそこがさ、リーさんがさ、メール予約を1年間してたじゃん。あれね、
ね、すごいよね。あれもさ、その時に言わなかったりとかさ、なんかこう、うん、自分やってやってるぜみたいな男の人だったら、うん、いや、お前にメール予約1年分してるから寂しい思いなんかさせないよって言っちゃうの、多分。うん、だけど、だけど、リーさんみたいなのも純粋で、ね、だからこそ言わなかったんだな、みたいなさ。確かに。あ、さ、あの、優先で誕生日でさ、いきなり帰ってきて誰もいなくてさ、帰っちゃったってユンセリが勘違いしたとこあるじゃん。で、そこでさ、ユンセリがさ、なんかもう強がってたじゃん、それまで。いや、私はもう、うん、あの約束も守ってくれたし、いつ帰っても大丈夫だからって言ったけどさ、もう部屋の中で一人で超泣いてさ、うん、そしたらハッピーバースデーのサプライズだったじゃん。確かに。そう、リーさんたちがなんか孫でこうやって聞いてきたところ、気まずそうにね。そうそうそう、そしたら韓国ではこうやって祝うんじゃねえのかよみたいな感じ。うんうんうん、かわいかった。あった、あそこも好き。わかる。なんか最後のシーンで、なんか最後のユンセリ、セリの会社から出してるクリーム、うん、うん、あ、あの北朝鮮の、そう、お世話になった、その、あ、わかる、顔だったとこ、あれ多分一番号泣しました。あ、そうだ、ね、え、でもあの人たちの、あの人たちの友情、あの人たちのさんの友情がやばい。わかる、わかる。まあ確かに北朝鮮のさ、あの主婦たちのさ、キャラもみんな立っててよかったよね。よかった。なんか大体さ、悪い人いるじゃん、ああいう中に。確かに。誰もいなくてさ、みんな最初はちょっと悪いんだけど ね、 最初はね、若干ね、ちょっと意地悪いじゃん最初、班長とかね、そうだそうだ、取られちゃうと思ったしね、みんながジョンヒョクさん、そう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 、ジョンヒョクね、あのヨンエさんの旦那さんが捕まった時に、うん、みんなでこっそり、うんうんうん、ヨンエドミ、あ、みんながいたところでしょ、そうそう、みんながいて、あそこ泣いた、え、泣くよね、泣いた、あそこは泣いた、あ、よかった。あとな、まあなんか最初はさ、なんかリー・ドンヒクはさ、なんかこうツンツンっていうか、なんかクールキャラだけどさ、うん、なんかやたらと素直になっていくじゃん、だんだん、うん、なんか可愛いシーンもあったりとかさ、かいい、ね、なんか好きっていうのもさ言えちゃうからさ、うん、しかもあれもよくない、あのさ、本のさ、アニマテオじゃない、サラーヘ、サラヘリージョンヒョク、もうやってほしい、やってほしい、うちにも来てほしい。でもうちにそんな本ない、うちもないで。ユンセリの家でさ、韓国の二人で飲んでてさ、うん、なんかリーさんが本音言い出してた、すっごい可愛いよね、あそこは。もし酔っ払ってるみたいな感じで聞いてさ、ああ酔っ払ってるよみたいな、じゃあ酔っ払ってるなら話しておっかなみたいな感じでさ、なんか本当はここにいたいみたいな話ですよ、そう、なんか白髪になった君を見たいみたいなさ、わかる、なんかその時も美しいんだろうなみたいなこと言うじゃん、わかる、泣いてた、私その時泣いてた、わかる、もうあそこすごいよかった、泣いてる舞ちゃん、大丈夫、え、泣きそう。あとなんかさ、あのスイスのさ、偶然がさ、なんか実はあったけど、うん、2人とも知らなくてさ、一致してないかった時にさ、うん、その北朝鮮にさ捕まってるユンセリがさ、リージョンヒクのさ実家にさいた時にさ、うん、ピアノがあってさ、うんうん、でなんか、うん、この曲知ってるみたいな感じでさ、うん、リージョンヒクが作った曲を弾いた時のさ、なんでこの曲知ってるのみたいなさ、もう、もうこれは私たち運命じゃないですかみたいなさ、目線あった時とかさ、なんかもう、そうなのよ。だからあなたたちはずっと運命だったんだよみたいな、こっちは。確かに。運命なんだよ。美味しそうな食べ物。わかります。チキンとか。食べたい。あ、ね、そう、あのチキンさ、めっちゃ食べたくなったよね。またおすすめありますよ。行きましょう。あるの？てかさ、あ、そうです。すぐ韓国詳しいじゃん。みーちゃんといつもいっぱい話してますもん。え、てか、連れてってほしい、マジで。もう行きたい。行きたい。行きたい。確かに。貝の中に焼酎入れてるやつ？あれね。そう、美味しそうだった。ね、あのバーベキューめっちゃ美味しそうだよね。めっちゃ美味しそう。あのバーベキュー美味しそうだったし、あの、じゃがいももさ、やたら美味しそうじゃなかった。ただじゃがいもね。そうそう、ただのじゃがいも。いつもじゃがいもとトウモロコシが美味しそうだった。うん。わかる。あと、ゆで卵も好きだよ。うん
あ、揺れたもん。あ、わかる。ガラガラガラってやる。ガーってね。あれって割るんだね。しかもさ、結構夜中に見るじゃん、こっちは。そうなのよ。だからさ、もうお腹空くよね。確かに、ラーメンとか。そうなのよ。なるね。しかも、あのさ、コンビニでさ、ラーメン食べてるシーンとかめっちゃ美味しそうと思った。美味しそう。でもなんかシーンというか個人的にはなんかあの韓国に戻った時のインテリアとかセリの家のインテリア、うん、あー確かに素敵だったね。風呂場がめっちゃ好き、セリちゃん。わかるわかる、かわいいあれ。バスタブの下に砂利あるけど、うん、砂利あるし、なんか砂利ある、塔の椅子あるし、オフィスもかわいいよね。サボテンいっぱいあるよね。そう見てるとこがそこだね。可愛かった。オフィスさ、帰ってきてからサボテンだらけになってなかった？最初確かにオフィス出てきてるけどサボテンだらけじゃないか。そうだから、なんかちょっと自然が好きになって帰ってきたのかなって思う。なるほどね。うん、そういう、確かにそこ目つけてなかった。いっぱい育てちゃったのかなって。帰ってきてあんなにサボテン増やしたの？最初にさだから、うん、スキャンダルのさところでさ、うん、事務所が出てきて会議してるじゃん、うんうん、でもあの時さサボテンそんなにないじゃん、なんか、うん、なんかあんなジャングルみたいじゃなかった気がする、ね、気になる、うん、もう一回そういうでも、ね、そのミーの考えはあんまりなかったけど、うん、確かにそう言われてみればそうかもな。あれが好きだった、バックハグ、あの誕生日のさ、うん、セリが泣いてさ出てった後のさ、うん、だから今泣いてるブスだから来ないでみたいなとこでさ、バックハグしてさあ、これなら見えないってやつね、なんかさ誕生日思い出して悲しくなるみたいなことをセリが言ってさ、そしたらさ来年もその次の年もいい日になるよみたいな、うん、でもあなたがいたらなかったらなんないみたいな感じでしょ。そう、そこいいよね。なんか最後のさ、あの原っぱのさ2人とかさ、うん、なんかもう絵に描いたような2人じゃなかった？本当にね、本当まあなんかもう輝いてたよね、輝いてる、もうスイスの美しい景色に溶け込んでたよね、絵画で、ね、うん、まあ、あれ結構本当スイスと韓国行きたくなったわ。いや確かに、ったツアー、ね、行きたくなったよ ね、 ね、うん、あれやりたい、パラグライダー、パラ、え、やめてください。いや、あれはちょっとやめよう、定着しちゃうよ。いや、ダメです。まあ、とりあえず、まあ、韓国だね。韓国行きましょう。肩幅の広い人を探してね。ね、肩幅の広い人。肩幅広い人を見つけたら、後ろから抱きついちゃうかもしれない、ね。やばい、止めます。死女やん。よ。この子ちょっと病気なんだっていう韓国語だけ覚えていこうかな。そうだね。それ、ちょっとね、この韓国語覚えよう。はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆さん共感できたこといっぱいあったんじゃないですか。すごい楽しい回だったので繰り返し見てもいいし、まあ、また何かあったらみんなでこういうリモートのなんか座談会とかできたらなと思います。それではこの動画がいいと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。じゃあこれにする？ポーズ。確かにしんくん、あ、これなんだ。これこの意味はできるんですよ。こうやってつなげて、こうやって。え、でもこの位置になってる？みんな。あ、でも見てる方のスクショしてくれる方が指示してくれれば。あ、なるほど。美咲さんが、うんうん、こう？そう。あ、違う。みーちゃん腕持ち伸ばすんじゃないですか？腕伸ばして、それの逆の手です。逆の腕。違う。こうでしょ。え、こうで、こう？みーちゃんこう。違う、反対、こう。こうだよ、こう。そう。小さいハートにしますか。これしようか。小さいハートにしよう。これにしよう。結局。